えどうもプロボーラーのオスターです。今日はですね、被災ボーリングセンター、同じ三重県のですね、被災ボーリングセンターから水谷プロを、お招きしてですね、お二人ってね、はい、いろんなところで敬語使うことじゃないですけどね、はい、二人で対戦動画を、撮りたいと思います。はい、水谷プロもですね、YouTube のミズピーのボーリングの部屋というね、はい、YouTube を、してくださっているということで、はい、今回はまあ、ササダチャンネルとの、まあ、コラボということでね、はい、対戦したいなと思いますので、はい、ぜひね、まず水谷プロのね、チャンネルもぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はまあ1ゲーム対戦ということで、で、レーンコンディションはね、6月15日に、はい、まあ、開催される三重オープンのね、はい、レーンコンディションで対戦したいと思うんですね。はい、ですので参加される方はぜひね、参考にしていただきたいなと思うんですね。はい、事前に練習されましたでしょうか？してきました。いっぱいしたけど全く点出ないんですよ。そうなんですか。不安でしかないんですけど、はい、ここで自信つけて帰、はい、りたいと思います。はい、ぜひ自信つけて本番に2人で行きましょう。よろしくお願いします。はい、ちなみに投げるボールは今日は今2つ悩んでるところなんですけど、はい、ブランズイックのカンタムバイアスを実は三重オープンのために投げたんですけど、はい、まあ、それと、はい、サザダプロ、はい、アイスポーツのボールたくさん投げておられるので、はい、ゴールデンゲートどちらかを使ってちょっとしたらどちらか変えるかも、はい、変えるかもしれない、はいはい、勝つためならボール選ばないので、はい、分かりました、はい、頑張ります、はい、私はね、ヘイロー版もしくは、シークレットコードをね、今日は投げたいかなというふうに思ってます。はい、で、水谷プロ、ゲートシリーズすごい好きですよね。そうですね、はい、転がりはあるけども、はい、緩やかな動き方で、はいはいはい、安定した曲がりが好きですね。そうですよね、はい、なんか扱いやすいイメージが僕もありますね。そうですね、はい、カンタムもよく使われてるイメージありますね。そうですね、カンタムこれ実は2個目なんですけど。え、2個目、はい、1個目は強いレイアウトだけで、はい、まあまあ好きだったんで、はい、今度はもうこの三重オープンのためだけに、ためだけに、はい、ピンアップの5インチのボールを、はい、A シフトのスタートダッシュにかけるために、はい、上げてきました。はい、なんかすごい意気込みですね。はい、2年連続予選落ちなんで、もう3度目の正直。これはまずいですね。はい、はい、はい、そうまずいんです、はい、はい、いろいろ怒られるかもわからないので、はい、事情してる方はもう、なんとなくお察しいただければいいかなと思ってます。はい、はい、はい、それではね、早速対戦したいと思いますんで、はい、ぜひご覧ください。はい、どうぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ガチで頑張ります。負けないように。初対戦ですもんね。先輩後輩関係ないからね。、はい、お願いします。いきなりカンタムバイアス。さあ、やっぱりうまい。カンタム最高。やっぱりミーオープンのために上げただけありますね。はい、このコンディションのために上げたから。はい、僕はとりあえずヘイローバンでいきます。はい、これ縦身投げるときね、非常にね、このヘイローバンいいと思うんですよね。大先輩なんですよ。ちょっとカンタムバイアスです。ちょっと白いのに黒いけど白いです。これ研磨したらめっちゃ気持ちいいんですけどね。綺麗になってさんの板と相性がいいね。僕は、いや、僕をちょっと油断させるあれじゃないですか。おー、よかった。危なかった。これは、おー、危ない危ない。ちょっと打ちミスしました。今当日もハイレベルよかった。2人ともいいスタートですよ。緊張してるそうです。あ、これ見た。あ、チャンス、チャンス。めっちゃ親指ボーリング。ここで来たらワンマークリードになりますんで頑張ります。
晴らしい。来ました来ました。ワンマークリードです。ホールインワンで勝てやい。この辺がね、違うんですよ。スペアはドンコーナー、ゆっくり、ゆっくり、なるほどね。僕は撮影の時の天秤ってでも緊張しないですか？撮影じゃなくても緊張する。ボーリング僕も20数年間やってるんですけど、未だに天秤やっぱり緊張しますもんね。これ取ったら賞金取れる時の天秤なんかもう、ブルブルブル。やっぱり水谷さんでもそうなるんですね。もうそっちよ、そっちよ。スピードコントロールですよ。それほんま大事ですよね。本当にね。今見ながらないといけないんですよね。僕右の一投ね、スピードピュって入っちゃったんですよね。その俺も。皆さんね、緊張するとスイング速くなってしまうから、みんな。はい、ここを落ち着いて。はい、スピード速いと天秤やから。はい、あとなんか乗ってきすぎてる時もね、ありますよね。コース、天秤ミスとかあるかもわからない。その通りになるか。見ました今、またピンヨッシーみたいに飛んでました今。ヨッシーヨッシー。あー出た来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 た。セーフ。ハイスコアハイスコア。ボールもいいし、レイもいい。ね、動画で、ね、僕らこんだけ点数出てて、本番になってチンやったらちょっと恥ずかしいですね。なんか、本番に向けて逆にプレッシャーかかってた。感じっすよ。これ本当縦に投げるとき本当紙ボールなんですよ。ミロバン。これも持ってきてるから。インタリプロも持ってるそうですからね。ですよね、2年前、僕も被災ボールで予選落ちしたから、地元で。地元の時、被災さんの時、僕良かったですよね、まだね。あ、どこだったかな、鈴鹿さんの時にダメやったんですよ。鈴鹿良かったよ、僕。あ、そうなんですか。どっちかが合えばどっちかはあかんということで。打ちミスしたんですけどね。これ2人とももう先投げでする。こういうシステムいいですね。
今ね、ボーリングあるあるですよね。外ミスせんようにって今つぶやきながら投げたんですけど、外ミスしてた。無理だね。天秤のど真ん中で当たってますもんね。たまたまね。たま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 ね。いや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 。そんなミスっての見たことないですけどね。そんなん言うてまたミスったらこのまま出ちゃいますやん。やなんか8発まで来ました皆さん。すごい、アウェイ感を感じてきたな。やっぱり地元は投げやすいですね。いつも撮影の時ね、ストライクすると緊張するんですよ。やります、やってみますから。やばい今2人で投げてるのでね、あのこれだけ例も変化もね少ないですし、ね、はい、はい、本番のために言い訳にしときます。三重オープンは三重のプロが勝つんです。勝たないとダメなんです。そうですよね、はい、怒られますもんね、はい、今何年連続アマチュアさん優勝してるんでしたっけ。アマチュアさんの方が多いらしいです。そうですよ、はい、プロの意地を見せないとね、ダメですね。皆さんあるあるですからね、この天秤が緊張するんですよ。彼は取ると思いますけど、はい、これめっちゃ緊張しますから。いやー意識しました、むっちゃ今めっちゃ300意識しました。この天秤の方が緊張するかも。いや惜しかったな、せっかくここまで来たら。公式戦やったらね、ナインコールされるとこれやからね、みんな見てるからね。もう言ってありますからね。そうそうそう。素晴らしい、プレッシャーに打ち勝ちました。よかったよかった、プレッシャーに勝ちましたよ。試しに、はい、悩んだ、はい、ゴールデンゲート投げてくれて、同じラインでゴールデンゲート行ってくれそうです。あ、出てこない。
でもね、収まりますもんね。明日はやっぱりいいかもわかんない。どうかね、わからない、ね、はい、ありがとうございます。勝ちました。はい、ということで、なんとビッグスコアの、まあ、対決でしたね。参りました。やっぱりね、あの地元のリーっていうんですか、こういうの。278点対236点ということで、はい、皆さん勝ちました。負けました。よかったです。はい、あの、まあ、なんかね、いきなり、あの、三重オープンの連コンディションで、こんだけ点数が出てしまうと、はい、本番に向けて逆に、ハードル上がった。ハードル、全然。1ゲーム170点とかで全然違うやんけみたいな ことを言われそうですけども、はい、あの本番に向けてしっかりね、メンタルもボーリングの部分も、はい、しっかり準備していきたいなと思いますので、はい、皆さんね、ぜひあのよろしくお願いします。5000円お願いします。でもイメージ良くなったんじゃないですか。そうですね、はいはい、自分のセンターで練習した時よりは幅を感じたし、幅が感じました、はい、ボールのこのために上げたボールも230がずっと出れば上位やろうからね。そりゃ そうですよね、はい、天秤しか残ってないんで、はい、はい、いい感じですよね、はい、はい、まあ、最初ねカンタムバイアス投げられてたんですけど、非常にねいい止まり方をして、そうです ねポケットに収まってたんですけどね、はい、まあ、最後あの例の変化もやっぱお互い感じてきたということで、はい、まあ、三谷さんは、まあ、スーパーゲート、ゴールデンゲートか、ゴールデンゲートに、まあ、変えたということですね、はい、ゴールデンゲートに変えて、まあ、外ミスはしたんでしょうけど、なんか印象的にはどうでした。やっぱり単純に走りを感じたね。その、はい、カンタムバイアスで手前取られたなっていうところが抜けていくので、はいはいはい、まあ、ちょっとこのボールのね、はい、カバーストップの強弱がありすぎなので、まあ、はい、自分も本来であればもう一つ間のボールをチョイスするんであろうけど、今日は持ってきてないので、はい、はい、またミーオープンの時はまた違ったボールが出てくるかもわかりませんね。まあ、それはそうですよね、はいはいはい、まあ、しっかりあのミスタリープロもここ数年、先ほども言ってましたオープニングの時言ってましたけど、はい、予選落ちが続いてるっていうことなんで、はい、もうこの大会にかける意気込みやっぱ半端ないですよね。半端ないですよね、はい、このためだけにボールを開けたっていうことですから、はい、そういうことです、はい、開けたけど、はい、ちょっとヘイローバーンゲーかな持ってらっしゃるんですよね。持ってますよ、はい、持ってるから持っていくかなこれ、はい、ほんまにいいです ねこれほんまに良かったです、はい、素晴らしいボールですね、はいはいはい、ね、あのひょっとしたらあの前回ね、あの僕300これ出した時の動画がね、あの先に上がってますんで、もしかするともうメーカー在庫がないかもしれないんですけど、そうですね、はいはい、あのその時にもうわずかだったのでね、あの数日経ってますので、もしないかもわかんないですけど、まだひょっとしたら間に合う可能性もありますんで、そうですね、はい、非常にいいボールですので、はい、こちらもよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、それでは、今回のコラボ、はい、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、水谷コラボね、最初、言いましたけども、オープニングで言いましたけども、ミズピーのボーリングの部屋という、はいはい、YouTube やっておりますので、そちらもぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、それでは今回も内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバイ。